Yo guys, welcome back to Peko Channel. Balik lagi dengan gue Kenny. Dan seperti biasa kita bakal lanjutin lagi permainan Sword Art Online Alicization Lycoris kita. So, kali ini kita bakal lanjutin lagi permainan kita. Dan kita bakal mainin event mandirinya dari karakter-karakter yang ada di Sword Art Online Alicization Lycoris ini. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung aja kalian nonton video gamenya. I hope you guys enjoy this video. Kito, 悪いが急ぎで頼みたいことがある。なんだ？この地図を見てほしい。なんでも、この町の近くの湖が毒で汚染されてるっつう住民の報告があってな。湖の汚染？ああ。湖から引き上げた水の味がおかしいってんで。騎士を数人派遣して調査に向かわせたんだが、案の定湖畔には魔獣がいてカラントが生えてたっつうことらしい。なるほど。じゃあ早く魔獣を倒してカラントを切ろう。それがどうも魔獣が厄介みてえなんだ。お前さんに頼んどいてなんだが、一筋縄じゃいかねえぞ。厄介？ああ、それなりに戦歴を持つ騎士に行かせたんだが、太刀打ちできなかったみてえでな。魔獣は毒攻撃を使ってくる。倒そうにも近づきは毒吐かれちまうし、奴らの毒は天命を容赦なく削ってくる。迂闊に近づけねえって話だ。確かにそいつは手強そうだな。その上随分と目がいい魔獣みてえでよ、逃げようとすりゃ退路まで立ってくるらしい。目がいい？それじゃあ奴らの目を潰せばいいって話だな。その通りだが、あいにくデュッソルバートは今別の案件の対応に向かっててな。俺もこれから果ての山脈に向かう。押さえとかねえとまずい連中が暴れてるみてえでな。だからこの一件は全面的にお前さんに任せてえと思ってる。できるか？分かった、もちろん引き受けるよ。悪いな、助かる。魔獣の目の話だが、お前さんの仲間に優秀な弓使いがいるだろう。あの子の助けは借りられねえか？ああ、頼んでみるつもりだよ。それじゃよろしく頼むぜ。魔獣退治？そうなんだ、カラントも同じ場所に生えているらしい。どうしてもシノンの手を借りたくて。シノンは魔獣に近づかず、離れた場所から矢を放って奴らの目を狙ってほしいんだ。その間に俺が近づいて魔獣を倒しカラントを切る。できるか？なるほど、目つぶし攻撃ってことね。もちろん引き受けるわよ。ありがとうシノン。俺を言うのはまだ早いわよ。さあ早く行きましょう。やっぱりシノンの狙撃の腕はこういう時に頼れるよな。そうかしら。ああ、シノンは絶対ここぞという時に決めてくれるからな。信頼できるんだ。これでも BOB 優勝者だもの、当然よ。なあ、俺シノには乾杯しちゃったからな。でも魔獣には絶対近づかないでくれよ。ベルクーリさんから聞いた話だと、毒攻撃は相当天命を削るみたいだし、当たればかなり痛いらしいからさ。痛みを怖がってちゃこの世界での戦闘なんてできないし、覚悟してるわ。まあ、それでもみすみす怪我をしてほしくないんだ。協力を頼んどいて矛盾してるよな。まったく、本当にあんたって心配性ね。安心して、期待は裏切らないから。私を信頼してくれてるんでしょ？な、まあだったら私を信じなさい。私もあんたを信じてるから。ありがとうシノ。目標はあいつね。それじゃあ私はこの辺りから狙撃するわ。ああ、頼むシノ。
ト、お疲れ様。なあ、どうにか片付いたよ。ケイト、下がって。大丈夫か？すぐに治癒するから。お願い。ちょっと待って、傷見せるわ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ごめんシノ、俺のせいで結局怪我をさせちゃったな。大丈夫、キリトが無事でよかったわ。痛むよな。ベルクーリさんの話だと、毒は新生術で治癒すれば体から消えるらしいから、悪いけどしばらく辛抱してくれ。わかった。キリトの手あったかいわ。酵素で治癒してるからじゃないか。違う、いつだってあんたの手はあったかいの。だから触れられてると安心するわ。シノ、メルクーリさんへの報告はあの人が果ての山脈から帰ってきてからね。ああ、そうだな。現地の近衛兵には説明したし、事後処理は大丈夫だろう。それじゃとりあえずお疲れ様。お疲れ様。本当にシノンのおかげで助かったよ。傷、本当にもう大丈夫か？ええ、すっかり治ったわ。あんた新生術の勉強苦手なのに頑張ったのね。な、どうしてわかるんだ？だって、ALO でも栄翔の呪文を覚えるの苦手だったじゃない。仲間をすぐ治せるようにって思ったのね。あんたらしいわ。そうかな。この世界じゃ早く治癒しないと傷が痛むからな。それにシノンたちは俺のためにここに来てくれたんだ。せめてすぐに治癒できるようにはしたいと思ってさ。また大変なことに巻き込んじゃったわけだし。私もみんなもあんたに巻き込まれたいの。だから仕方がないのよ。なあ、とはいえ何か罪悪感があるな。諦めなさい。あんたってそういう星のもとに生まれたんだから。そういうものかな。それにしてもシノンの腕はやっぱりさすがだよ。今回は本当に助けられた。言ったでしょ、あんたの期待は裏切らないって。それに恩返しみたいなことでもあるからね。恩？はあ、なんであんたは自分がしたいいことは大体忘れちゃうわけ？いいこと？なんかしたかな？あ、そうだ、俺、ダイシーカフェでシノにチョリソをおごったっけ？あれはありがたくいただいたし、これからも返す予定はないわ。え、じゃあなんだよ。その、キリトはいつでも私のこと守ってくれたじゃない。SAO に落ちてきた時も。何もわからない私を支えてくれた。それから私の過去について知ってもあんたは受け入れてくれた。デスガン事件でもあんたのおかげで死なずに済んだしね。シノ、今度は私があんたを守りたいの。いつだってキリトの背中を守りたい。だからこの世界でももっと私のことを頼って。いいわね。ありがとう、心強いよシノ。それじゃこれから思い切りシノンに頼らせてもらおうかな。望むところよ。Wah, guys, si Shinon baik banget ya. Dia mau bantuin si Kirito untuk menyelesaikan tugas dari si Komandan Brekoli. Dan menurut kalian gimana dengan video kali ini? Apa kalian suka? Kalau suka jangan lupa tinggalkan komen kalian dan juga tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe guys, karena kita bakal tiap hari nih uploadin video tentang game-game yang unik-unik.
kalau kalian ada request juga boleh komen di bawah ya guys. Dan sekian dulu untuk part kali ini, dan gua harap kalian suka dengan videonya. Dan gua Kenny, I'll see you on the next video. Bye gamers!